本法で使用禁止処分となった天神本現地闘争本部成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法は成田国際空港の機能や施設航空の安全確保に関する日本の法律略称は成田新法空港反対派からは成田治安法とも呼ばれている制定時の題名は新東京国際空港の安全確保に関する 緊急措置法であり、2004年4月1日の新東京国際空港公団民営化の際に、新東京国際空港が成田国際空港に解消されたことに合わせて、題名が現在のものに解体された。最終改正は、自動車の運転により人を死傷させる、行為等の処罰に関する法律不足第8条による、刑法上の狂気準備集合及び結集罪の、 上ずれを反映させたもの。1978年3月、三里塚闘争を抱え1960年代からの懸案となってきた、新東京国際空港、現、成田国際空港。以下、成田空港。では、開港予定日である3月30日に向けた準備が進められていた。しかし開港予定日の4日前である3月26日に三、三立化。 芝山連合空港反対同盟を支援する極左暴力集団が成田空港周辺で放棄し敷地内になだれ込んだ。港内に乱入した部隊は火炎瓶等で破壊活動を行って警備を引きつけ、さらに地下に潜伏していた別動隊がこうして排水口から港内へ侵入して管制塔に突入、これを占拠し管制機器を破壊した。 この事件により、日本国政府は新東京国際空港の開港を5月20日に延期することを余儀なくされた。この事態を受けて、過激派集団の破壊活動を許し得ざる、暴挙と断じた上で、暴力排除に断固たる処置を取るとともに、地元住民の理解と協力を得る、要一番の努力を傾注すべきことを予備新空港の平穏と安全を確保し、 我が国内外の信用回復のため万全の諸施策を強力に推進すべきことを日本国政府に対して求める決議が衆議院と参議院でそれぞれ採択された。以上の経緯のもと、三里塚闘争や成田空港問題に関連したゲリラ活動を封じることを目的に自民党、公明党、民社党、新自由クラブ共同の議員立法として 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法が5月13日に国会で成立し即日施行された。この法律により成田空港及びその航空保安施設等の周辺 3km に限り建築物その他の工作物について使用の禁止等を命ずる強力な権限が運輸大臣に付与された。 当法律は拡大解釈の恐れがあるなどの議論を、呼び、反対派からの提訴を受けて、憲法第31条等をめぐり、法廷で争われたが、最高裁判所は、合憲判決を下した。団結小屋に代表される、工作物について、使用禁止命令を発する権限などを規定している。これにより、 成田空港周辺の団結小屋等に対する使用禁止命令によって岩山団結庫や三立化の線病院が使用禁止されている。かつては天神本現地闘争本部も含まれていた。成田新法成立を受けて団結庫や使用禁止命令が出されたものの実態として活動からは 団結小屋を公然と利用し続け、上述の通り実際に団結小屋の撤去が始まったのは法律が成立してから10年近くが経過した1987年である。運輸省は1989年から反対同盟圧多派と話し合いの模索と並行して過激派が使用する団結小屋を中心に積極的な強制撤去を勧光し、 数を大幅に減らしたものの、2020年現在も、空港予定地内には、以前いくつかの団結小屋や、未買収地が点在している。危機管理評論家の笹敦つゆきは、特別法を成立させておきながら、空港反対派に対して、強制適用をためらう日本の態度について、ゴルフで言えば、フォロースルーどころか、ティーアップした、ゴルフボールの寸前で、 クラブのスイングを止めたようなものだと、英国大使館員の友人から皮肉られたという、ありがとうございます。